まあ、今の隣の筐体見てて、あ、死ぬんだって思ったのは多分俺だけじゃないと思う。あれ、普通になんかキャンセルオーバードライブなんちゃらとかやればいいんじゃねみたいな感じで見てたら、あ、死ぬんだってよくね。 Please select your character。あるある。違うよ、オーバードライブしたくなるのと、ほらすればメダルもらえるじゃん。100回すればメダルもらえる。ミスって補正切れて結果的に最大ダメージになって勝つ。あると思います。だって先手はふわひよバットで切り返す。カウンターしなければ何も怖くないですね。お尻届かない、よくある。お尻カウンター、トップを置いて、待ってね、もう先手ばっかいるから。こういうところね、割り振り、白面使い、割と一瞬の人だから下手くそですね。なんか途中から白面使い始めましたぜが、ああいう系統はうまいと。空対空から口確認。レベル2アクション。リターンして、お尻、特にまあプラスの手の 2D こってもいいことなのか、何もないような気がするんですよね。普通にもらう。リターンから逃がさないように、好き放題やっていく。普通にもらって、まずは残るかな。これは残らない。ナメップ、ナメップ、ナメップ。あれでだってコパンコパンコパンスワロムーンとかやられたら、ちょっとおめえさ、こっち来いよ。勝てばいいんだ。いや、まあ勝てばいいよね。まあ勝てばいいよね。Please select your character。 そうね、白間牛さん、確か同キャラ今作2回しかやってないぐらいのこと言ってたような気がしますけども、かといってそれに対してじゃあ R 君が何十回もやってるかっつったらまた別問題だし、やってたから何っていうのもまた一つの問題だよね。覚悟しろよ。いいかも。よくないと思います。The wheel of fate is turning. Rebel one, action. で、上取って、コパンが通って、早速画面端、うまく飛び入れてる。まあ、プラスの線はね、キャラによりきりだけど、バックス暴れと上入れっぱと、普通に暴れと使い分けるだけで、プラスの音がめんどくさいですよね。ヒート確認からしっかり落としていく。前転から出て入れ込んだ。ダンビー 6A 頭打って来たって一振り男になったんだっけ。いや、いつか知らないけど、でも多分そんなもん。バックステの終わりに刺さる。死ぬか、しっかりこのスキル。なんか R 君さ、難しいコンボはちゃんとやるんだよ。簡単なコンボはやらないんだよ。このね、直打ミス2段目もらう、よくある。
超えてください。お尻攻める攻める。さすがに事前に2回しかやってないっすって言い訳していただけることはあるのか。ここは一角から画面端普通に生ヒットやるんですよ。やべえと思ってバクステイリーを止めて普通に8ぐらいしてると思う。きっかけラッシャンで運んで画面端使ってターンが入れ替わるが入れ込んだ。さすがにここはプラチナしか当たらないですね。でも当たってくれたら美味しいもんね。嬉しい。ダイク取り返す。レボー3アクション。すぐ D ボタンこするからお互い引っかかって画面端蹴って、そうね、6回引っかかりにいい判断。普通に重ねて良くないよ。あるよ。入れ替え。立ち B 負けして。どうすんの？バーカバーカ。今のプラチナ使いがやっちゃいけない負け方だよ。気持ちはわかるけど。さあ、ゆうむらさん何やってくれんのかな。あれ、試合展開によったら俺寝ちゃうよ。寝ちゃうね。寝てもいいかな。寝言実況。ハンバーグ食べたいですね。Please select your character.Iron Tiger Platinum the Trinity僕らの力お見せします。 The Wheel of Fate is turning何が可愛いってさ、ラグナ戦こいつさ、あれかとか言うじゃん。あの瞬間こうムクムクっときてさ、なんか俺のあの体内段位がね、14段くらいまで上がってテンション上がるくせして負けるから。さて、なこと言ってる間にあれ、ユーマさん体力が半分減ってますよ。これから体力いくつでしたっけ。バレてた。普通にスライドホームランして当たった。バスト痛い。バーストバスト当てた。どうすんのどうすんの。逃げられてる。おいしい。さあ、沖縄どうする。動いちゃった。ゲージおとなしく使って、普通にね、追加から回ってもよかったのか。
さて残り守りきれるか。暴れた。しかもしゃがえ。まだまだリーチだ。レボン2まさかユーモラのくせに勝っちゃうの。とっておきです。許さないわよ。とりあえず受けていく。なぜか逃げる。うわー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 うわほらリバサバックして出ない仕様だった。とりあえずじゃあ中断やってもいいですか。引っ掛けから何もできない。捕まえてどうすんの。ためる。ゲージ使って今の耳になった。なんかちょっと手が深いな。解説してくださいよ。オーバードライブ2B ってあれなんですか。インステを出そうとしてた。無理が出た。あれ計算通りだな。あはい、じゃあユームラチーム連戦で、このワークエネミーは秋津チームとロリコ、お前は大きな勘違いをしている。秋津チームとです。やめろ。ちなみに特殊点差が絡んでくるんで、マジっす。まあ、特殊戦差絡むんでね、ここは大事ですよ。さて、珍しく真剣に悩んでるこの店の大会で。かぶったら、めんどくさいからじゃんけん。やだよ、お前のそんなグダグダ時代そんなに見たくねえもん。だから最後はじゃんけん、公平でしょ。そう、勝てばいい。そっちは勝てばいい。こっちはワンチャンある。先方が負けた時点でまあ最悪じゃんけんみたいな。100円入れてもいいのよ。さて、座ったのはありがたや。マジだよ。後がねえっつってんだろ。さて、珍しく戦略重視の必死な神様。プラティナム・ザ・トリニティ。アイアンテイガー、使えないラグナスか。そうそう、7段カッコ笑いの7段じゃダメなんだよね。あそこのね、コンパが高いっていう噂の変なラグナぐらいがちょうどいい。そうそう、オレンジのやつ、あいつ美味しい。レボー1アクション。マブキャラ育成だったらまあこれら全部美味しいよ。さて、シードラやばい。空対空すぎる。なんかね、ドラ系の何がやばいって、この後ガジが出るか出ないかの読み合いが手が使える中で発生してるのがやばい。さすがにやりすぎた。バーカバーカエバーカエバーカエバーカ。バッカー、レボン2アクション。バッカー、はい。まあそう、
当たってる。さて、ブラントメどうなっちゃうの。引っかかったが磁力もついてる。連打やばい。とりあえずガードさせて、もう一回とりあえずワンボタン切り返して、いやー今のはちょっと怖いね。ジャンプ20はね、パースじゃないかな。あるよ、素直な読み合いだった。まあ当たれば画面端運送ですね。しかしバーストゲージがある。しかもここで神様負けちゃうと後がない。あいつが勝つわけがない。バット捨てて、バット動いちゃった。攻め継続。さてどうしよう。コパン発生はしてないと思う。はい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 、補正切れて、なぜ当たった。ゲッツの、はい、スパークパーカー対空でいいだろう。2B 対空とかでも何でもよかった。あるよあるよ。ちょっと安いのか。あ怖いよ。持続マジクソ。落ち着いたらやばいよ。落ち着いたらやばい。歩くあーそれ落ち着くから、これで頑張ってもじゃんけんです。いやーまさきちが勝つとかありえねえしな。ユウムラがいるから勝てるかって言われてちょっと怪しいけど、